こんにちは、みゆです。まりです。はい、はい、ではショートコースの方にやってまいりました。すごいですね、ショートコースってなんかちょっと練習場にコースってすごいですねなかなかないですよね、ついてるとこも。で9ホールあるんですけど、うんうん、最初の3ホールがなんかハンデ付きの対決ってハンデ聞いてますが、対決、そう、対決なんかハンデがあるって聞いてる。ただどんなハンデかは知らない。またいつかもやってなんかコテンパに結局された9番しか使えないみたいな感じで、なんかもしかしてって思ってたけど全然負けましたよね、あの時。そう、もうちょっと強力なハンデなのかな今日は。どうですか、ね、どうなんですか、やーちゃん。これですね。これかい怪しいの持ってると思ったら、あー、これはピッチングの、はい、ピッチングだけど、え、キッズ用ってことですかね、これ。子供用やで、これ。やば。でもめちゃくちゃ今いい感じでしたよ。いやでもこれ距離出ない、絶対。てかなんかしかもなんか距離感も出しにくいかも、軽いから。ちょっと持たせてください。はい、おお。軽い。しかもちょっと構えたら結構腰にくるのこれ。確かに。確かに。いじめてるよね。あの人え、これどんぐらい出るんですかね、やろ、え、しかも細いし、やってみないとか打ったことないし分かんないよ。まあやってみようか。じゃこれで、え、パターは普通でいいんですよね。パターは普通でいいのと、あとはあの対決なんですけど、はい、一応あのさっきまでレッスンしていただいたんで、まあ、それができてるかもちょっと確認していただいて、うん、でその後ショートコースでやれるレッスンもあれば、はい、っていう感じで、はい、まあ、対決しながらちょっと森ちゃんはみゆちゃんのスイムを確認をお願いします、はい、了解しました、お願いします、はい、お願いしますあ、ちょっと前開いた、あ、じゃあ、はい、やっていきます。1ホールパー3の67ヤード、はい、結構風強いんで、はい、普通のゴルフ場よりも風の方向は見てあげてください。はい、はい、こう来てるから、そう、そう、ちょっと右向いててもいいってことですかね。あ、そうです、そうです、なるほど。お、あれじゃん、練習したら60ヤード打てばいいよ。そうですよね、こういう67ヤードの時は60キャリーで60打てるっていう認識。そう、もしかしたら7ヤードで転がっちゃうかもしれないけど、そう、60ヤードぐらいでいいかな。80、70、60、50、ピッチングのフル、そう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 活かしてるいいんですか、私からで。いいっすよ、私から見たいですこのクラブ何の見本にもならないですよこれ。いやいやいや、よし、じゃあお願いします。 お願いしますお願いしま す, お願いします。軽くちょっとスタンス狭めに、 うん、いい感じ。うまいじゃんうまいんだけど、ちょっと待ってそういう、これがピッチングでさっきフルでうまいさ、でも全部そういうこと、そう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 、で今傾斜に落ちちゃったからあまり残念なかったけど、はい、まあ、ちょっと放題になってるから、放題じゃなかったらもうコロコロっていってなったよみたいな感じ、はい、へえ、ちょっと練習の成果出てる。いやー、そうです ねあそこからだったらもうね、パターとかでも、なるほど、私がこういうことか、ジュニアのクラブで行きますわ。いや楽しみいや、どんな当たるかどうかすらも分かんない、ちょっと多分飛ばないと思うんで、うわっ、うわ、行っちゃってる、いや止まんない、うわ、え、すごい、でもそんなに当たる、いや距離がね全然合わないのね。そりゃそうですよねそりゃそうですよ。あ、どうもどうもどうも、上からだ、すごいすごいよ、でもいや練習の成果出てる、うん、なんか悩まなくなるのがいいですね、だいぶめっちゃ今までだったら来週女性こんなもんかなみたいな、はい、そうです、あれだもんね、そうですね、こういうのが打てるようになると多分ね、次のホールはもうちょっとあるかなって感じ、うん、もう次のホールの話しちゃってるけど、はい、距離あんまり変わんないから、はい、ピッチングのフルショットカップ多分また短く持って打つやつか、なるほど、こりゃやべえよ、3度寄せあれを取るか、3度で、う
もうこんな感じで。でもこの距離もう大丈夫なんよ、みゆちゃんね。わかんないです、不安ですけど。ここまではおかしいって。もう得意やけんね。もうパターみたいにしてやるで。ちょっと怖いな。うまいじゃん。よかった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 。ちょっと待ってよ。マジ？事故なくていい感じですね。こっちは事故ってんのよ。確かに。いやー超わかんないこれ。本当ですね。近くなればなるほど。そうそう。超構えづらいし。すごい嫌。おお、結局待って、結局微妙。うまい。これはうまいって褒めてくれるとみゆちゃんだけなんやね。ん、いやちょっと待って、微妙な戦いになってきた。やだよ。あ、マイク持ってきた方が良かったですか。ですね。いや行きますわ。じゃあみゆしごめんね、入れるわ。いえいえ、そうはさせません。やだ、女だね。うわー、やったっすか。しっかりパターン違ったらマジやばいな。やっぱりプロか。そりゃそうだ。ねえ、はい、嬉しい。いい感じよ。まあ、素晴らしい。森先生とは、ね、ナイスパイ、ほんと。嬉しいです。ナイス。ありがとうございます。ここは、もう、あれですね。そう結構でも、近いから怖いですね。こっちが怖いよ、もう距離感合わなくて。確かに。マジで。そうですよね。かなり危険やで。でも同じぐらいかな。ってなるとピッチングのフル。いいのかな。さあみゆちゃんお願いします。失礼いたします。同じぐらいの距離か。同じぐらい、はい、ピッチングで、まあ、ちょっと風がさっきは右から左がこれアゲンストだからどれぐらい影響するかなって感じ。よし、ちょっと待って、止まったね今ね。止まりました。ちょっと止まっちゃった感じ。いいよ、土しとくから。ありがとうございます。いいえ、止まっちゃったか。全然いいよ、そっち行ったら当たっちゃうかも。今何が起こった。いや、ちょっとこれマジやばい。さあ行くで。いや、ここでちょっとな。ほら、すごい。いや、うわー、ノッカル。いやいや、やっぱりよ、こんなんじゃ、こんなハンデじゃダメよ。いや、でしょ、優しすぎちゃった。そうよ。いや、ちょっと待ってよ、そもそも短くしたからって全然。まあ、手で投げてもらおうか。確かに、確かに、クラブ使っちゃダメにしましょう。商売道具、ポッシュ。いや、もう手で投げてもらおう。手で投げるってなんや。うわ、ここからどのくらいなんだろう。こっからね、はい、大体30ちょい。30、うん、出た。ジャスト30でちょうどあのボールがあるあたりぐらい。なるほど。どんぐらいだっけな、30。今日見てきてないや。3度でハーフでやります。はい、うまいじゃん。ナイス。ちょっと止まれ。うーん、出た。よかった、よかった、よかった、ギリギリギリ。あれ乗ったにもう等しいでしょ。あれはちょっとこぼれた感があったけど、あれはもう大丈夫でしょ。まあ、できればどっちかって言ったらみゆちゃんの方に乗ってた方がいいのよ、これ2段グリーンの。確かにボコボコですね。そう、私がある方はマジで良くない、本当はね。うん、うわ、ギリギリ縁になんとか
絡まってますね。もう乗ってるよこれは。よかった。もうパターでいける。今日のみゆちゃん入るかもしれないからな。先行きますわね。届くかな。楽しみ。おお。全然届かないわ。すごいな。高麗グリーンに苦しめられてる私。高麗が固めでしたっけ？高麗がね、なんかガサガサしてるからあんま転がんないんだよね。なるほど。ごめん、余計な情報与えたより今私ごめん、ね、全然です。手前にって思ってたら、あ、手前にって思って行っちゃったのね。はい、しょうがない。うわっ今人の悪さ出ちゃったし、私イッとか言って入んなかった瞬間の対決なんで入んなかった瞬間最悪。人魂ですか。そうそうそう、確かに。全然でも人として良くないよ。ガッツポーズ出しちゃってんの。確かに。まあ素直でいいですけどね。ナイス。いいや。来ましたね。いい感じ。はい。でもなんか本当落ち着いてきてるね。すごいね。あ、ちょっと前からそれ聞いてます。だってボギーでしょ今の。だってそうです、一緒だもんな。でもあぶね。ありがとうございます。いいな。いいですね。いい感じ、はい、パーボギーのパーボギーで今イーブンです。同点です。はい奇跡が起こってます。さっきのセカンドパズ外れてガッツポーズしました。そうですかね。なんかって思いました。もう反射的にやるし。ここでじゃあ、そうですよね。決着つくみたいな感じ。しかもなんかさっきと違ってちょっと94ヤードってちょっと距離がありますね。距離長いのよ。しかもちょっとアゲンストで。はい。なんで、あの、そう、みえちゃんの場合は、そうですよね。いくつといくつで行こうかなっていう感じ。でもさっき30ヤードぐらいでちょうどよく行ってるから、はい、60の30でもいいよねって感じよね。あー、なるほど。じゃピッチングのフルショットにさっきのサンドウェッジのハーフみたいなだと多分ちょうどいい感じだと思う、うん、なんかこういうところだと結構私9番でいっぱい振って80でしたっけ。そうで残りってこう最初って結構距離稼ぐような頭でいることが多いんですけど、なんかそういう刻み方もありなんですね。もちろんそっか、必ずしも別に乗っけないといけないってわけじゃないし、そうです、みゆちゃんの場合この距離ワンオンさせようって方が結構難しかったりすると思う。いや、そうですね、94でちょっと悩みますね多分。だからここをどう2回で乗せるかね。はい、わかりました。じゃあそれこそ60ヤードのでもいいか、どっちがいいって感じ。30ヤードのセカンドでしたいか15の方がいいのかに、ね、30やりたいです。さっき当たったそしたら60だからピッチングのフルショット、はい、またかですよ。みゆちゃんそうやって考えなくちゃ、私は少しでも稼がないってさ、このクラブで確かに。じゃあまず60ヤード打つつもりでピッチングのフルショットでいきます。はいはい、手軽めで軽めで。うまいじゃん、ナイス。おめっちゃ良くなってるわ本当に。うん、ほら、うなずいちゃってるよ山ちゃん。めっちゃうんって言ってるよ。なんかそのミスしちゃってる時はちょっと硬くなってるかなっていう、しなやかさがね、なんかすごい出てきたよ。なんかそれがわかるから、また肩の力抜いて、うん、抜いて、まあ、慣れとかもあると思うけど、いや結構ここ見どころですね本当だよ。うわ、さあ行くか。いや乗るんじゃないか。あ、ダメダメダメ、ちょっと待って。あー、困った。くそくそ、壊れたのに。え、でもこれってそのおもちゃで、おもちゃじゃない、クラブ、クラブ、ごめんなさい、クラブで100、ちょっとね、行かないからトップさせようと思ったら、なんかしすぎちゃったって感じ。トップさせようと思ったんですか。え、させるのは簡単だよ、短いから。
ボールに届かない率の方が高いから状態を上げればいいってことです。そしたらね、なんと奥行っちゃいましたわ。すごい、そうやって距離を稼ごうって作戦なんですね。でもこのクラブだからね、普段はしないよ、ね、あの変なこと教えちゃいけないよね。確かに。でもいいんで、そうやって稼ぐもん。トップしたらルールとしては悪くない。なんかいい戦いになってきたで。なってる。お、なんかこの班で結構すごいわ。いや、構えるときのってむずいね。結構私、そりゃそうですね、ジュニアのクラブ使ってたはずなんだけどね。確かに私って成長したんだなって感じ。そっか。それこそ本当にやっぱり30ぐらいじゃないですかこれ、うん、ピンまでね。ピンまで確かにそうですね。ピンまで30ちょっと大きいよね。そうですよね。ってことはもしなんかあれだったら短く握って、そう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 、こっちをこんぐらいにしてこう、そう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 、まあ硬くならずに、さあ硬くならずに、ちょっとやってみます。はい。うまいよこれは。おー、ナイス、これはいいよ、ナイス。おー、ありがとうございます。素晴らしい。でもやっぱアプローチ良くなってるわ。あ、本当ですか。あ、なんかこう覗いちゃうのをやらないように意識してます、こうやって。あー、こう横からね。いや、めっちゃめっちゃいいよ。めっちゃなんかピンの右側に止めときたいよね。右側。そう。アンジュレーション少なくない？そうですね。ほら、うん、こっちからの方が上りでさ、あんま切れなそうじゃん。なんだけどさ、なんでピッチングだからさ、ボール上がんないんじゃねっていう感じ。むず。うわー、楽しみ。いや、マジむずいよこれ。おお。止めといてくれ。うまい。むずいよ。すごい。邪魔？邪魔じゃないね。関係ない、ね。大丈夫です。じゃあこれ使える？使えるならちょっと。確かに。私持ってたの気づかなかった。ごめん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 ね。スケッチさんも知らなかったです。お借りします。いやー、これ絶対先生氏は、うん、全然におしゃべってないけど大丈夫。もう先生は絶対これで入れるから。惜しい。いやでも距離感いいわ。ナイス、ナイス。ありがとうございます。めっちゃいい。入れる？はい、いいよ。オッケー、あり。入れますね、じゃあ。入れてください。くそー。ナイス。ありがとうございます。これちょっとピン抜いてもらっていい？はい。さっきの悪夢があるんで。あれ？これね、ねじるとね、これ上ちょっとね、あ、大丈夫です。大丈夫です。多分あれだね、背が詰まっちゃってる感じだね。いや、これさ、うわー、だなー。満タイって感じだけど。やっぱり。あそこで沈めなきゃいけないって時にちゃんとできるのがやっぱもうプロですよね。すごい。いやいやいや。いやー、危ねえって感じだけどね。もうギリギリみたいな。ミルちゃんが上手くなりすぎて。いやいやいや。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。3ホールの対決、はい、途中まで結構いい勝負してたんですが。そうですよね。結構見どころあったんじゃないでしょうか。ね、この間の対決よりもね、はい、なかなか粘れた感じが。そうですよ。そうです。でもすごい良くなってたね、本当に。多分今までだったらそこの30ヤードとかも、はい、トップしたりとかザクとかってなってたと思うけど、ちゃんとボールも上げるというか、まあ、ホブス描くように打てるようにもなってたし、はい、ここの最初のティーショットもそうね、うんうん、60ヤードって言った時に多分今だったらシッとか言って右に行ったのがまっすぐ打てるようになってたから、全体的にすごい
いい。ありがとうございます。成長してたと思います。早速ね、午前中練習した方も使えてたし。そうですね。あ、そっか、結果言ってないわ。はい。だから、パー、ボギー、ボギーか。そうです。パーボギーボギーと、パーボギーパーか。ギリギリ。ギリギリでございました。さすがです。やっぱりどんなハンデがあっても。ギリギリ なかなか。やめて。いや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 。すごいハンデ持ってくるから、そしたら。そうか。もう考えたって大丈夫です。やだもん。やばすぎ。いやでもこのハンデがなかったらもう普通にきつかったね。あれですよね、もう2打とかでショートとかはもちろん。いや、まあ、たまにだよ、たまにね。その自分のクラブだからって全部バーディーだけじゃないよ。だってここにいないから。あ、そっかそっかだってとか言って。じゃあ残り6ホールは練習したことと、はい、ちょっと今いい流れできてるんで、それをちょっと維持しながらやってもらいたいなと思います、はい、じゃあ残り6ホール頑張りましょう。お願いします。お願いします。